どうも皆さんこんにちは、プリッツです。ということで今上半身裸で喋ってるんですけど、あのね、いきなりツイッターの DM にメッセージが来たんですよね。でこれなんだろう、怖いな怖いな、なんだろう怖いな怖いなと思ってね、内容確認させてもらったら、動画の最後に出てくる文字を見ただけでプリッツはその動画のタイトルを当てられるのかっていうクイズ形式の動画を作ったんで、ちょっとぜひやってくださいっていうなんかメッセージが来てたんですよ。で動画確認するとね、本当にちょうど3分ぐらいの動画がね、あの一緒に送られてきてたんで、まあちょっとね今回やっていきたいなと思います。はい、ということでちょっと見ていきましょう。クリエイターサポートしてくれないと、後ろからトマトに襲われるよ。 UMASUGI-HUMAN 今すぐ知ってきてね、とどまるマスギ人間。アップルソフトスクリーンレコーダープロ 編集ソフトの名前かな。うん、はい、見ていきましょう。なんだろう、おーすごいすごい、パンパ、うんうん、あのね、パンパって言いかけてる。おーすごいすごいすごい、なんか映画っぽい感じ。おー、いきなり、ちょっと待って、音流れて、ちょっと待って、ヘッドホンにするわ、ヘッドホンにする。まさか音ついてると思ってなかった。ちなみになんで今上半身裸なのかっていうと、シャワー浴びたばっかでさ、頭びしょびしょだからさ、できるだけヘッドホンつけたくなかったんだけどね、まあ仕方ないや。よし、見ていきましょう。はい、動画のエンディングを流すので、タイトルを曖昧でもいいので答えてください。それでは行きましょう。ということで、すごい。ダダダン。第1問。さあ来い。編集、あ、これはね、これは分かった。これは分かった。編集ほんと大変でしょ。これあのね、滑舌バカが、2、3回目に登場してきた時のやつで、努力で超えられない壁にぶち当たってるバカなんだよね。最後の方が。確かそんな感じの動画だったと思う。どうだろう。編集ほんと大変。まだ分からなければストップしてください。はいはい。ごめんなさい。先にストップしちゃった。ごめんごめんごめん。正解は。あ、ちょっと待って。画質ちょっと悪いけど。規制されないようにモザイクかけときますね。いいのに、いいのに、別に俺の動画だから。答えは滑舌バカに久しぶりに会った動画、これですね。滑舌悪いバカに久しぶりに会ったらもはや聞き取れなかった。 WW これ多分そうやと思います。一応ね URL リンク貼っとくんで、ね、概要欄によかったら見てください。第2問。ダダダン。この効果音、あ、 USJ、 え、待って待って待って、わかんない。 USJ なら行ったことあるし、ってことは多分ね、多分バカアマルとの会話の中でなんかディズニーランド行ってねえのお前みたいな感じで煽られたシーンがあると思うんだよね多分。え、ディズニーわ、え、これはちょっとわかんないな。え、でも結構昔、あ、じゃあタイトルマジでわかんないから、あの6ヶ月前の動画っていうのだけは答えとこう。正解発表。多重人格のバカと一緒に映画見たらこうなる。はい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 。あー、なるほどね。このさ、サムネに若干、なんだっけこれ、ラルフだったっけ、フォートナイトとディズニーがコラボして、フォートナイトでなんかディズニーが見れるみたいなイベントがあった時にバカと撮ったやつですね。映画鑑賞って書いてるんですけど、多分その中でお前ディズニー見たことないんだみたいな感じで煽られた結果、あの文字になったんだと思います。はい。あんま覚えてないな、これ。だいぶ前の動画だと思う、これ。結構昔のやつも出してくるよね。第3問ブラ、うん。どういうこと？第3問。もっと喜べバカ。もっと喜べバカ。もっと喜べバカってことは、多分ね、あの、もっと喜べバカでしょ？なんか嬉しいことがあったけど、全然喜んでない。はいはいはい。あ、わかったわかった。多分ね、ビクロ取ったんだと思う、これ。この時に多分ビクロ取ったけど、全然喜ばなかったから、わかんないや。うん。なんかちょっとおしゃれ。ちょっとおしゃれな感じで数字出してる。何体なんだろう、これ。模範解答。はい。バカと本気でと、あー、はいはいはい、やっぱそうだ。もちろん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 、オッケー。トーナメント形式かなんかわからんけど、今でいうアリーナ的なモードがあって、その時にビクロ取ったけど全然喜んでくれなかったっていうやつですね。これ多分よかったら皆さん見てください。ちげえよって、これ1位になったら出るんだよこれ。ってことで第4問、やっぱやめとくべきだった。いやー、これ系多いな。やっぱやめとくべきだった。あ、バイトの面接とかのやつかな。バイト行ったけどなんか全然、もうそろそろもうそろそろ、いきなりびっくりした。え、やっぱやめて、これ、あ、ぼったくりバーか、最近のやつで。草。第5問、誰の、ちょっとあのさ、ちょっと止めていい、あの、うん、だんだん間が適当になってる。誰の家だよ。あ、これはいけるぞ。誰の家だよ、だから、あのね、あ、わかったわかった、あれだ、
ドッキリ仕掛けるやつだ多分。バカの家に隠れてて、ベッドの横の部屋に隠れてて、ちょっとずつ物音を立てていって、プリッツがいるっていうのを知ったらどんな反応するのかっていう、なんかドッキリを仕掛けたけど、いやここ僕の家じゃないでしょみたいな、ここ私ん家じゃないですよって言われた結果の文字だねこれ。多分これは合ってるっしょ。どうだろう、どうだ、これは多分合ってると思う。アンサーイズ、うーん、正解。うーん、そんなに嬉しくない。はい、おまけ問題。動画のタイトル、サムネを出すので、今までの逆でエンディングの文字をきっちり当ててください。いきますよ。おん、怖い。本当に、おん、怖い。本当に、おん、怖い。いや、わかんない。